私は海が好きだー。嘘だー。海は怖いから嫌いだー。こんにちは、海のように大きな人間になりたいアイルーです。シャリ。今日はソルベ君で6億以上取れる先生なんだけど。おっさん、波の雫なんか使っちゃってますよ。ソルベはなんかステージと噛み合わないから、適当に波の雫を使ってみたらもうアンビリーバボー。バトン後のドラフル君もアンビリーバブル。そんなわけでソルベ君です。ソルベ君は能力中の走行距離がとても長い。皆さんの車は走行距離いくつですか？私の車は買った時から100キロも増えてません。だって車のルトスト必走だもん。で、ペットは波の雫で、波の雫は個人的に加点よりの回復だと思ってて。回復少ないけど加点は多いよタイプなのかな。そうじゃないと相手が回復最強になっちゃうし。まあ純粋な量が負けててもプールタイムの秒数的に噛み合うかどうかは変わるんだけど。ちなみにさっき言ったコピーの現在読んだばかりで心がちょっとナイーブ。ナイーブの意味調べてみたら純朴なとか出てきた。ナイーブの意味は落ち込んでるとかそういうのじゃないのかもしれない。最近すぐ検索する癖がひどくてどうでもいいこと検索してストレス溜めてる。あとインターネットサーフィンしてる時にタブ消したりする時に消したページに書かれてることが気になって履歴から見直したりしてる。どうでもいい広告の一文が消すときに目に入ってわざわざ見直しに行くんだけども、広告は更新したら変わるから見れないっていう。重要な情報だとしてもどうせ覚えてないしやる意味ないのにやっちゃう。それでソルベは走る距離長いから宝物は距離計にしてる。コメントでパパ活についてどう思うか聞かれたけど、パパ活したことないからわからないよ。自分の経験してないことは批判的に語りたくないよね。過去と未来の自分に聞かせてやりたい言葉だ。でパパ活についてだけど、なんというか風俗と同じようなものだと捉えてるよ。で風俗で働いてる人には配慮したいからあまり語りたくないかもしれない。触れられるだけで地雷っていうのが誰にでもあると思うんだよね。自分はできないことできる人を尊敬してるから、風俗で働く人にも偏見ないし、サラリーマンを見るのと同じような目で一律でようやっとると思ってるんだけど。例えば周りに高学歴が多い現場仕事の人とかは自分の仕事にコンプレックス持ってたりするじゃん。だからなんか触れたくないよ。そこまで考えてる部分を自画自賛したいけど、こうやって言っちゃうから自分はデリカシーがない。配慮って難しいね。配慮がある人はこの話題をどう話すんだろう。そもそも話さないってのはそれは違うんだよね。まあ場合によるだろうけど、個人的に風俗経験してる人は心が奥深いと思う。うんこみたいな客を経験してるからかな。精神すり減ってたりして感情的だったりはするけど、優しさの幅が奥深かったり、そういうのあると思う。例えばその辺の大人はうつの人に頑張れって言うけど。って話してて思ったけど、病んでる人と共通してる部分多いのかも。っていうか精神すり減ってる人はアイルー好きだよね。いい人多いもんね。悪い人なら精神すり減らないもんね。いい人だと知ってたら怒りっぽくても何も思わないし、泣きやすくても何も思わないし。でも男に対して達観してたりしてそうだから苦手かも。男はみんな丸々だーって。いやそれは浅いのかな。男もそれぞれだなって思うようになるのかな。でももちろん何も考えずに生きてる人もいるだろうし。あ、言いたいことど忘れしちゃった。友達が風俗始めてみるみる病んで言ってたけど、客が風呂入ってなくて病むのはわかるけど、仕事自体に病むのはそういう時代だからだよね。どこか風俗が下に見られてる時代で、自分もどこかそういう環境で育って印象を持ってて、家族とかがどう思ってるか気になっちゃって、趣味も仕事も好きなようにやればいいと思うけどね。まあ個人的に仕事はいやいややらないでほしいから生活保護受けりゃいいのにと思う。そしてどうしてもお金を稼がないといけない理由がある人に対しては何も言えない。っていうか受験の相談受けること多いけどそれも何も言えない。自分は働いてもないし受験もしてないもん。だからやむくらいなら仕事辞めたりすればいいのにと思うことしかできない。無理して働いてやむ方が正しい時代なんだろうけど、やっぱりどこか受け入れられないよ。だから自分は働いてる人と学校に通ってる人を尊敬してる。バカっぽい言動してたらその言動をバカっぽいなとは思うけど、パパ活の話だったのに風俗の話しちゃったのは友達のこと気にしてるからかもしれない。まあ向こうからしてみればただのネットもの一人だろうけど、どうしようもない環境にいる人を見ると死にたくなるよね。どうして苦しむ人がいるんだろうって思っちゃう。というわけで自分は何とも言えないってことです。自分はそもそもセックスに抵抗あるのでわかりません。パパ活はお食事だけだと思ってる人いるけど、絶対してる。自分彼女とすら難航しそうなくらい抵抗あるんだけど。難航するくらいの抵抗。おいらは抵抗、抵抗に難航。ラッパーだね。なんかいろいろ語ったけど、さっき言ったことに自分で納得できてないくらい考え込んでる。よくわからんのだ。そもそも8時間以上の労働を週5以上で行える人の気持ちがわからないし。なんかもういろいろわからない。自分の理想論は聞く人によっては不快でしかないことを知ってるから。もう話したくないもん。安易に答えを出しちゃいけないのだ。というわけで神先生考案してみた動画でした。一時は治ってた手のカサカサがぶり返してきた。かゆう、ぶりのおかゆ。おかゆは一回食べたことあるけど美味しくなかったからトラウマ。口に合わない食べ物って一種のトラウマだよね。無理に食べさせちゃダメだよピーマンは。ピーマン食わせるのは鬼だよ。お前も鬼にならないか、やらないか。のし。